本当にたびたび申し訳ありません。慣れない外配信で電波が飛び飛びです。申し訳ないです。今日は2018年3月23日、14時06分です。もうちょっと匠さんが編集大変になるから一からテイクやり直します。よろしくお願いします。ですね、今は、まあ、話がわからない人も多いと思うんですけど、一週間前に別れた元カノです。旅に行きます。で、質問でよくあるんだけど、より戻したんですかとか、何ですかとか言うんですけど、いろいろ聞いてくるんですけど、僕らは、ただ会って、何も進んでません。はい、以上です。で、僕が発作的に旅に出たいって言って旅に出てるのが Now です。だからもうくだらない質問しないでください。次行きます。今は、タイトルに書いてある通り、なんだっけ、伊香保温泉に向かってます。まあそっから。で、続いて Wi-Fi レンタルしました。ご飯食べてたり、Wi-Fi レンタル屋さん回ってで時間が過ぎました。で、こっからが本題だ。俺はカメラは、これなんじゃないかと。今日発売。ソニーの α7-3。これやばいらしいんだよ。これ。で、さっき軽く話したんだけど、これどうかなって言ったらみんな正解って言うんだよね。27万。これ何がすごいかって、まあ、いろいろ問題点があるの。まあ、ミラーレスっていうの。これなの？カレーオさん。カレーオさんはこれだって言ってる。カレーオさん言うならちょっと安心できるかな。っていうのも、いろいろ悩んだんだけど、まず写真はメインじゃなくて動画なんだけど、ハンディも試したの、18万とかの。で、正直ないなって思ったの、俺は。正直、ハンディは、ブレとかには強いんですよ。体感してみたら。いや、動きには強いんだけど、正直言うと、絵面的にはもう、ひどいの。で、俺は、どちらかっていうと、綺麗な絵を撮りたい派だったから、綺麗な絵を撮りたいっていう風に考えると、まずこれ正解か不正解か教えてほしいんだけど、綺麗な絵を撮るっていうことに特化するんなら、こういう一眼レフカメラで OK なの。OK じゃないの。まず、俺の判断1。ハンディカメラじゃなくて、こういうカメラ。写真撮る用のカメラの方が綺麗に写るっていう判断。ただ、動きには弱いっていう弱点を考慮した上で、絵が綺麗なのはこれで OK。こういうカメラで。これ OK な俺の判断は。熱くね？なんか暖房入ってないこれ。入ってない。え？大丈夫？暑いの今日。OK。で、さらに言うと、ニコンとかキャノンとか、まあ、キャノン王様なんだけど、調べました。丸いの。写真の雰囲気が。で、いや、もう、1時間ぐらい喋ったよね、俺店員とね。で、何がすごいかって、俺ソニーは、ブルーなんだって。ソニーは青が強くて、キャノンとかは赤が強いんだって。で、俺は、ブルー好きな、赤も好きなんだけど、ブルーで OK だと思ったんだけど、何が気に入ったかっていう、俺、店員さんに聞いたの。コントラストを強調するような写真が好きですって言ったら、ソニーです。で、俺も、写真見せてもらったんだけど、いや、ソニーだなって思った。で、さらに言うと、これ、今日発売、何回も言うけど、今日発売なんだけど、何が、27万もするのかっていうと、これ、50万ぐらいの動画の、動画に特化してるんだって。要は、動画の半導体とかって、もうソニーが開発してるんだけど、そこにめちゃめちゃ強化してるんだって。だから、まさに、俺がやりたいの高いけど、予算20万つったんだけど、もう、これは買いっすよ、みたいな。で、売れてると。これは。正直、今日発売なのに、店頭でバンバン売れてるし、予約もすごいと。ただ俺は知りたかったのは、早速は買わない。ただなんだけど、なんで俺が、ちょっと迷ったかっていうと、店員がふっかけてくる可能性ありますよって、夜中の枠で教えてもらったの。要は、売れ残った在庫とか。で、なんでかっていうと、キャノンとかが押されてたわけですよ。リスナーさんの間では、ワドキャノンだよ、みたいな。でも、ワドソニー買いそうだけど、キャノンだかんね、みたいな。まあ、触っておいでって言われたんだけど、どうなのか。それ、店員が、要は在庫のソニーの新しいの売りたいからなのかっていうのを知りたかったんだけど、まあ、今いいらしいね。α7。へぇへぇ。予算安いミュージックビデオとかこれなんだって。だからもう正解だってみんな。いや、店頭に売ってたよ。
でもあのこれは買いですよって言ってさ、バカ、まあ売れまくってんだって今。え、ぶっちゃけな話、この判断正解か不正解かどうなの？まあさっきも聞いたんだけど、これ番組的にあえて聞くんだけど、このアルファ73は和道の判断、これバッドチョイスなの、グッドチョイスなの、これどっちなん、これは。これあり？27万、これ俺は正直ね、あのコントラストの強さとシャープさっていうのかな、くっきり映るんだよね、くっきり。あ、カレオさんも欲しい、正解なんだ。なるほど、誰の金で買うのか、リスナーさんの花火です。で、あなたは ABC さん花火多分投げたことないんで関係ないです。はい、あの関係ない人はしゃしゃらないでください。あの ABC さん何の関係もない、花火投げたことあったらごめんね。 ABC さん投げたことある？なかったら突っ込んでろっていう、あったらごめんなさい。俺は正直これかなっていう風に思ってますね、今現在では、現時点では。いや27万でがっつり高いよ。ただもうワンランク上の47万とかなんだけど、何が違うかっていうと、シャッター切る時の長さ、クシーっていうその尺が長いだけで、俺はそこ全然いらないと思った。いや業務用ってやつね、業務用のは50万で、27万とぶっちゃけ中身は変わらないって言われた。ただその業者さんとかが使う戦場カメラマンとか、フォーカスする、フライデーとかの人がシャッターチャンス残したくないからバーって撮る枚数が多いんだって。いやシャッターの時間が長いだけで25万跳ね上がるんだって、うん。でレンズは保留なんでかっていうと、予算20万以下で俺10万ぐらいで買おうと思ってたの、正直。カメラ10万だけど、これは27万かけるのはもう本気で、その生活費以外の貯めてた金全部パーぐらいの、だから本当は10万でカメラ買って、アップル、iMac とファイナルカット買って映画撮っちゃおうっていうのが俺の作戦だったんだけど、もしこれを買ったらファイナルカットとか後になる。正直。ファイナルカットとか Mac の編集とか後になる。だからもうカメラに振り切る感じ。そこも相談したかったんだよね。いやでも良かったな。あの店員さん嘘ついてなかったんだね。うん、すげえ誠意持って対応してくれたよね。レンズは後で追加していって、俺はどちらかっていうとワイドな広角レンズで1個欲しいなと思ってるけど、レンズはまあ追加でいいじゃん。じゃあこれ買っちゃうか、来月。買っちゃうか。S ロングっていうフォーマットで撮れる、細かい話はおいおい、あ、ぜひぜひ教えてください、今度カレオさん。いや、よかった。でもなんかこれかなっていうのとみんなのそれっていうのが噛み合うってなかなかないから、いや、ソニー選びそうって言われてて、いや俺多分違うと選ぶと思うよって言ったけど、なんかね、ミスキーいらっしゃい、休憩中いらっしゃい。ファイナルカット持ってない、 iMovie で全部編集やってた俺。ファイナルカットは3万で買えるから、ぶっちゃけパソコンなんだよね。うん、知らないっすね、ビモ、ビメオっていうサイト知らないっすね。はい、ワード2。あ、 USB で充電もできるんだ。あ、じゃあちょっと高い投資だけど、一生ものだと思って、一生ものだと思っていくか。左腕 重いよ、アクセサリー重いっすよ。ありがとうございます、桜花火2つありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンさんいらっしゃい、ありがとう、みつけ、普通の花火、クール花火2発ありがとう、ありがとうございます、あざーす。アルファ7と検索入れるとそのカメラで撮られた作品出てくる、ありがとうございます。もしよかったら
URL ください。あの絶対放送中忘れちゃうんで、 LINE かなんかで URL パーンとこう、男気 LINE 情報をお願いします。放送中4時間8時間喋ってる絶対忘れるんで、よくあるんですよ、映画見たとか俺の作品漫画見たとか言われるんですけど、絶対覚えてないんで。花火たくさんあんざーす。27万正解。じゃあ俺これ買うよ。じゃあリスナー信じて、リスナーの目だからね、リスナーの目。じゃあ皆さんからいただいたありがたい、もう本当命と命の次に大事な花火で僕カメラ買います。で作品これで映画撮ります。ちなみにこれカレオさん、これで映画撮ることって可能？なんかまあ写真とか映画とかはぶっちゃけた話、機材じゃなくてセンスっていうのが結論出たんだけど、さっきのミーティングで、まあぶっちゃけセンスだけだよねっていう。そう、みんなの目だから、みんなで買った花火だから、みんなで行こう、みんなで。音の収録は考えた方がいい。なるほど。これって外部マイクいけない感じなんですかね。外部マイクかませないのかな。かませねえか、一眼レフだから。キャノンの口がついてないか。なるほど、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 そこ欠点だな。オッケーオッケー、今日は買わない、今日は買わない。今日は買わない、とりあえず。ちょっと待って、コメントビューは、コメビュー、せっかくの旅配信だ、コメビュー表示してえな。なんかねえかな。ちょっと待ってね、画面設定、画面設定どこだっけな。システムディスプレイ、ディスプレイ、マルチディスプレイ、マルチタスク、ディスプレイ、あれなんで出ないんだろう、バグかな。コメントビュアーが出ないな。一眼レフの欠点、まあまあでも、うん、音声アテレコでもいいかなとは思うけど、セリフの時とかだよな。まあまあそこは考えましょう。高速乗んの？高速。マイクつけれんの？位置が。後付けでマイクかませるの？できんの？これ。できんの？カメラかませられんの？できんのかな。できんのかな。ステレオミニか。あ、これじゃあ行くか、勝負すっか。ソニー、ソニー勝負な。こう画質はこだわりたいですね。画質にステータス振り切りたいですね、僕は。前の車出るんで。はい。元気で。T ポイントカードあります、ね、持ってる。 あります。じゃあ止まってください。
れカレオさん教えて今度勉強させて。これ映像のことカレオさんから教わる気満々。しかも無料で。ただで教わる気満々だから。オッケー。じゃあね、みんな一言言わせて。みんな一言だけ言っていいですか。気分悪くならないですか。気分悪くならないのであれば、ちょっと一言言っていいですか。一言言っていいですか。気分悪くならないんだったら、みんなの気分が悪くなるんだったら、俺何も言わないけど、言いたいこと言っていい。みんなの気分害してもいい。言いたいこと言っていい。言いたいこと言っていい。ダメ、言いたいこと言っちゃダメ。やっぱり言っていい？大丈夫？言っていい？本当に傷つかない？絶対傷つかない？イラッとしない？アイテムもうあげないとか言わない？アイテムくれるって約束する？絶対今後もアイテムくれるって約束するんだったら俺は言いたいこと言うけど。大丈夫？そこがやっぱ駆け引きだから。やっぱり俺も言いたいこと言うけど、アイテムもらえないってなると今後の生活に支障が出るわけですよ。私は。だから、ちゃんと、ちゃんと受け入れる？受け入れない？じゃあ言わない。じゃあ何も言わない。当たり障りのない、当たり障りのないトークをお楽しみください。はい。甘口のカレーみたいなトークを。どうぞお楽しみください。スパイスの効いたインドカレー風な辛口トークはしません今日は、はい、もうめんどくさいんで、めんどくさいんで、約束するならいいよ。いや分かったよって、ワド言いたいこと言えよって、俺らの仲じゃんって、大丈夫だよって言うんだったら俺は言いたいけど、じゃあ言おうか。隣の人誰っていう、お前誰だよ。隣の人誰っていう、お前にわかすぎるだろ。お前が誰だよ、うん、まず、はい、以上です、うん、まず俺の放送で隣の人誰っていうレベルのやつにわかすぎるから、くだらねえ質問すんな、うん、うぜえわ、うぜえ、本当に説明いらねえだろ。どんだけにわかだよ。バカかよ。ほんとに。めんどくせえんだよ、そういう絡み。うぜえわ、ほんと。非常にうざい。好きにしろ、バーカ。そう。あと、花火お願いします。それだけでーす。それだけでーす。はい。はい、以上でーす。あ、さっきね、ドレさんから電話かかってきたんだけどね、体調まだ戻んないらしい。で、ドレさんから衝撃の一言。ワド、ワド、ガンかもって。それはやばい。ネタじゃなくてガンかもしれないらしい。笑い事じゃないんだけど、笑い事じゃないんだけど、速報です。もうたった30分前の情報です。ドレさん、ガン疑惑です。これマジで。うん。で、ドレさんに、って、やばいじゃんって言ったら、いや、やばいっつっても、6800、いくら ?6818 円。領収書ください。ああ、はい、わかります。そしたらごめんなさい、レシートだけ。あ、はい、お預かりします。これで6800だっけ。6818円。300円追加。10万220円ですか。いや、咽頭がんかどうかわかんないんだけど、がんかもしれない。うん、がんかもしれない。ドレさんはマジな話ね。
で、4月1日の復活は、ちょっと伸びるかもしれない。ポケット Wi-Fi レンタルしたね。ちょっと割高になっちゃったけど、ポケット Wi-Fi 借りました。だしばらくは外配信できます。ただね、通信がすげえから、画質悪いみんな。どう？画質どう？あ、これくらいだったらいけるな。ビットレート抑えたらいけるわ。画質と音声どう？画質と音声。いや、ドルさん金もやばいの。だから、収入、家賃が払えない、放送ができない、さらにガン疑惑っていうね、人生大手状態、マジで。耐えられるってことは普段より汚いってこと？普段の放送と比べて画質悪いんだ。画質悪い。マジか。あ、大丈夫。大丈夫です。はい。どうも。動くとちょっと乱れんのね。オッケーオッケー。オッケー。まあまあね。まあ許容範囲内って感じね。許容範囲内ってことでオッケー。普通に見れる。普段より悪いね。オッケー。オッケーオッケー。音は？音はどう？音はどう？映像は動くと乱れる。音音。音は大丈夫ね。OK。いやー、いい天気だ。絶好の和道ビル、和道ビルより。うん。音最高っつって。あ、ワイヤーで。おめでとうございます。皆さんパチパチ。皆さんワイヤーでにパチパチお願いします。おめでとうございます、ワイヤーで。おめでとう。ワイヤーでっていうのは、リスナーの分際で、リスナーの分際で、俺より先に地下格闘技で初勝利を味わいました。はい。俺より先に、ね、リスナーの分際で配信者様の和道様よりも先に初勝利を手に入れました。おめでとうございます。あ、そうだ、シートベルト、ありがとう。ありがとうございます。はい。もう、あのね、あ、ワイヤーでの放送は、あれ？地下格闘技の対戦は、達彦のところに乗ってんの？おめでとう。リスナーの分際でおめでとうございます。本当に。あ、そうなんだ。最強説も流れてんだ、今。ちなみに、クモン竜が、負けたことは、触れないであげてください。クモン流が負けたのは、触れないであげましょう。達彦の履歴でワイヤーでの試合が見えます。おめでとうございます。ワイヤーでおめでとう。いやー、すごいね。勝者の気分はどんな感じなの？勝者の気分は。一言でヒーローインタビュー。ワイヤーでさん、今回の勝利はいかがですか？一言でお願いします。ワイヤーズさんどうぞ。勝者インタビューです。いいよなぁ。ねえ、めでたいよね。オフパコし放題なんだ、ワイヤーでは。フレピーっつってね。くそー。マジかよ。いや、クモン竜弱くないからね。クモン竜、名誉のために言っとくけど、別に弱くないかんね。いや、ドレさんどうなるんだろうな。ちょっとね、マジでね、本格的にガンらしいよ。疑いが濃厚だね。で、多分ね、4月1日に復活できないと思う。
ね、ガードが低すぎ。前から。要は目に自信があるから、予見の自信あるから、ガードが低いの、クモン竜。あれ直したら普通に強えから。クモン竜は普通にオーソドックスで構えりゃいいんだよ。ただそれだけなのに、ガード下げすぎなんだよ。いや、全員そうだと思わない。別に、パンチ力がないとかもないし、スピードはある、反射神経ある。ただ、ガード下げすぎ、舐めすぎなんだって。絶対ガード開けたらめちゃめちゃ強くなるのに。おー、マキちゃん、ありがとう、花火ありがとう。いや、クモン竜、ガード開けるだけで絶対強くなるよ。普通にだって、ステータスは高いんだから。絶対ガード開けた方がいいよ。パンチ力あると思うよ。わかんない。対戦経験がないから、スパーとかしてないからわかんないから。キラー B だね。花火ありがとうございます。マキちゃんありがとう。小学生の頃、うんこうんこってお前騒いでたやつか。道端でうんこ見つけたら騒いでたタイプか、お前。和道クソじゃねえんだよ、お前。クソだと思うなら見に来んな。何はしゃいでコメント打ってんだよ。うんこの前ではしゃいでる小学生かよ、お前。トレさん、病院にはいない。検査をして検査待ち。露天風呂配信ないです。ふわちゃん、お風呂配信バンなんで。今日、今回、相手はデカすぎだね。体重全然違うね。だから、弱い弱いって言ってるのはちゃんと見てない。見てないっていうか、まあ素人が言うならあれだけど、あれは普通に階級差ありすぎだし、あれはしょうがないよ。別にクモン竜弱くねえよ。バンなんだよね。そう、もったいないよね。お前素人だろ。残念でした。プロでーす。はい、残念でした。残念でした。プロ配信者です。別に弱くないよ。はい、和道ルーガーにいらっしゃい。いや、プロでしょ。配信のプロでしょ。いや、プロでしょ。誰がどう見ても。どう考えてもプロだよ。残念でした。ひな壇芸人の中堅のトップぐらいの位置だから、品川庄司の品川とか野生爆弾のクーちゃんぐらいのポジションでさ、配信会で言うと。あ、浮木さんいらっしゃい。和道旅団、あ、おめでとうございます。呪われし和道旅団へようこそ。ちなみに和道旅団のメンバーは和道のこと団長って呼ばないといけない中二病的な団体なんで、よろしくね。そこ、重要なところだから。やっぱり団長って呼んでほしいね。団員には。そう。そういう痛い感情を醸し出してこうね。うん。呪われしは同僚だ。じゃあ、ひなちゃんにはナンバーを与えてあげよう。うん。和道旅団の今、現状ナンバー2だね。いいよ。和道旅団ナンバー2なのっていいよ。ナンバー2。ナンバー与えてあげる。ナンバー。うん。ナンバー2だ。今。番号2番を与えてあげるよ。2番。うん。
だってメンバー2人しかいないから、俺とひなちゃんしかいないから、2あげる、2。ドレさんちょっとね、ちょっと多分無事じゃないね、ドレさんは。ドレさんは無事ではないね。こんにちは。ごめんごめん、コメント流れてて、ごめん、外配信だからね、コメント飛んじゃうんだ、申し訳ない、ごめん。ピリカピリカ、外配信だから、外配信だから、リスナーダメよ、リスナーが配信者を煽るのダメよ。俺は普段呼ぶでしょ、一泊一泊。はい、こんにちは。ノレさんちょっと本当にダメかもしんないね、あのネタ抜きに、ネタ抜きにね、あのちょっともうあのカウントダウンかもしんない。みんな腹くくってといてね、本当にあのネタとか冗談じゃないから、腹くくっといてよ。解放はしないでしょ、誰も。咽頭がんじゃないっぽいんだよね、それも。ちょっとね、あの本当にがん疑惑出てきた。それなんでかっていうと、あの未だに謎の高熱が出続けてんの。謎の高熱。いいとこなんだ、初めて行くもんね。楽しみます、ありがとう。もしお気持ちよかったら、お気持ちいいんでアイテムお願いします、よろしくです。一眼レフのねカメラも買わないといけないし、あの何よりね伊香保温泉を楽しみたいんで、ちょっとアイテム男投げお願いします、ありがとう。にゃこちょっとね、カメラとも、バージョンアップするからね。がん保険なんか入ってないでしょ、ドルさん。家賃滞納するぐらいなんだから。無理に決まってんじゃん。入ってない、入ってない。性病じゃないね。あの、多分本当にがんだと思う。ていうか、俺が言ってるんじゃなくて、ドルさん本人が言ってた。あの、ガンかもしれないって。さっき電話したんだよ。アマゾンなら2022万。オッケーオッケー。ありがとう。有力の情報ありがとう。ちょっとだから、ドレさんの復活が遅れるっていうことと、ちょっとガン疑惑が出てるっていうことだけ、あの、覚えといて。ドレさんリスナーは。うん。アルファ7の3。アルファレブン7の3ですね、ウキさん。今狙ってるのは。で、さっき聞いたんだけど、ありだよ、ワドって。ワド、いい選択だよって。オッケーオッケー、ありがとう。その男買いしちゃおう。下手にさ、パチンコとかさ、くだらねえもんに使うぐらいだったら、配信機材だから男買いしようぜ。やっぱリスナーさんからいただいたものはね、大切なお金だから、配信で返したいから、配信で返しますよ、僕は。配信で返します。みんなの目だからね。ねえ、旅配信どころか外配信が久々でしょ。楽しもうね。そうそう、もう男気でバカンと買っちまおう。そう、動画も両方撮って、動画撮るっていうニーズだったらこれ今日発売ですからおすすめっすよ。そこはまあ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 拡張していってね、だんだんね。いや、みんなの目でしょ。うっせえな、筋肉マン、この野郎。さっきから筋肉バスターかますぞ、この野郎。うちのリスナーはあれだぞ、おとなしいけど切れたら怖いぞ。やめとけ。あんまり調子に乗ると普通に、あの、
うちのリスナーは普段おとなしいけど、あんまりイライラさせると消えてくんねとか普通に傷つくこと言うからね。あの配信者に消えろとか言われるうちはね全然聞かないんだけど、リスナー同士は意外と聞くからな。いやマジで筋肉マン、うちのリスナー結構硬いから、あの結束力が半端じゃないから、あのうちのリスナー大人だから怒らせんなよ。俺に言われてるうちはまだいい方だよ。お前リスナーに消えろとか言われたらさすがに傷つくよ。歌舞伎町の力使うよって、それダメ。ひなちゃんそれダメ、それダメ。歌舞伎の力使ったらダメ、それやりすぎ。そのリアルなやつダメ、ダメ。そうネットだから。そう楽しむよ、一緒に楽しもうね。リップ全然 OK だよ、うちはリップ、リップバンバン OK だから、リップって。楽しい空気は壊しちゃダメだよ。今大事な時期だから。今和道の人生で非常にデリケートで大事な時期だから。そう。アンチコメントしてる場合じゃないから。のんちゃんはリラックスっていうよりもなんか運転必死今。うちの店ヤクザ使える。そういうのもダメ。ひなちゃん大丈夫。ひなちゃん大丈夫。本当に困ったら助けてね。あの、そういうのダメ。免許持ってないよ。免許持ってないよ。うん。おい、ビリーさんいらっしゃい。はいはい、ありがとね。だからサインめんどくせえって。本当に困ったらお願いします。目的地までどれくらいかな、到着がね4時ぐらいになるかな、4時か5時。まあまあね、ゆっくり楽しもう。眠くない？ちなみにうちリップ OK なんで、リップ飛ばしたい人はバンバンやり合ってください。好戦的な人はリップで全然喧嘩して構わないんで、レスバトル楽しみましょう。レスバトル、だからね、まあちょうどあれじゃん、 2,3 時間枠開いてたらいいんじゃない。 2,3 時間。ひなちゃんでも久しぶりだよね来てくれんの。昼間の放送が久しぶりだからかな。久々だよね。外配信楽しいわ。外配信楽しいわ。あ、ブロックされたんだ。早っ、弱っ。筋肉も弱っ。
ゴレさんの生活費はね、多分やばいと思うよ。だから、あれじゃん？あの、DM とかでさ、お金に余裕のあって、ゴレさん守りたい人は、ゴレさんお金大丈夫？って、気持ち振り込もうかとかさ、あの、言ってあげるといいよ。また来て、ピリカ。まあ、ゴレさんのリスナーさんは、のんちゃん安全運転つうか、のんちゃん運転めちゃめちゃうまい。女性って運転下手なイメージあるけど、のりこはマジで安定感半端ないから、のりこの運転はマジ信頼できる。ただね、あのカーナビを読む能力が皆無に等しい。よく間違える。運転自体うまいよね。のりこは運転自体うまいよ。ありがとう。フォロー、ぜひ面白いなと思ってくれた人はフォローお願いします。よろしくです。車種はランボルギーニ。ランボルギーニ以外乗らないから俺。ね。内装見て、どっからどう見てもランボルギーニでしょ。オレンジのランボルギーニ。いや、ランボルギーニ。ランボルギーニ以外乗ったことないから。
ですね。安かったよ、旅館とか。テルマエロマエの撮影地なんだ。ドライブ日和だよ。悪くない。2人で2万。まあだからそれはリスナーが勝手に予約してくれるでしょ。イカホの、イカホの俺を。じゃあ分かった。じゃあ花火の数で旅館の数決める。アイテムの数で旅館のランク決めない。それでよくない。今日アイテムバンバン上がったらもう豪遊しようよ。で上がんなかったらもう車中泊。公園でホームレス配信。それでよくない。よいしょ。今45分。あ、いいね、電波のヘリ、いいね。これくらいの設定がいいわ。平日っつうか金曜の夜だから高いでしょ、今日は多分。平日じゃないでしょ。まあみんなでさ、イカホのおすすめスポット教えてよ。イカホのおすすめ。あー天気いいわ。何飲もうかな。金曜日は高いでしょ。あー頼むよ、5月まで踏ん張ろうね。じゃんじゃん稼いで、じゃんじゃん俺に貢いで、みんな貢いでなんぼだから。頼むよ。スターバックス飲んじゃう、調子乗って。今どこだ。今は三宝って書いてあるね。三宝だって。散歩に来てる。散歩パーキング。散歩だって、散歩。これ散歩って読むの？散歩です。東日本の散歩。うん、見えた？散歩にいます、今。スタバにしようよ、スタバ。あ、タリーズの缶コーヒーでいいや。散歩って書いてあったよ。三好って読むんだ。三好インター。うわー三好なの？散歩じゃん。タバコ吸おうか。タバコは別に車で吸えんの。俺もトイレ行きたいな。トイレ行くわ。トイレ行くからちょっと待って。ちょ、今トイレね。こうやってね、マナー守るのがかっこいいとこでしょ。
はい、どうも皆さん、テルチャンピンです。よろしくお願いします。僕が有名なテルチャンピンです。いやでもね、外に出てよかったわ。もうね、 Wi-Fi 契約なかなかできないし、時間が1時過ぎちゃったからもう帰ろうかって言ってたんだけど、ちょっと勢いでね、無理やりね、やっぱ行こうって言っちゃったの。やっぱ大事だね、勢いって。勢いで、なんか閲覧急に減ったな、どうした？見えてる？何飲もうかな。ブロックノイズ？何ブロックノイズって？何ブロックノイズって？ドキンちゃんいらっしゃい。ノイズは走ってる？動くとブロックノイズ？何ブロックノイズって？何ブロックノイズって何？何ブロックノイズか分かんねえな。あ、画像がね、あ、低画質にしてるから今。あれ、のりこどこ行ったんだ？のりこどこ行ったんだろう。あ、ぼかしみたいなやつか。ありがとう、教えてくれて。のんちゃん、何飲む？スターバックスあるよ。スタバでもいいよ。見えてますか？見えてますか？どうみんな？見えてる？はい、ワード2。ごめんね。なんかね、あ、音聞こえる？あのね、外配信の環境でね、ちょっと電波がやっぱりよろしくないみたいで、なんかちょっとプツプツ落ちちゃってごめんね。申し訳ない。盛り上がってるところ。ありがとね、みんな。OK？ 大丈夫？音声映像問題ない。ありがとう。でね、コメントビューアーが復活したっぽいんだよね。もしかしたら。OK かな？ OK かな？なんか変な感じだな。OK かな。行こうか。行きますか。どこだ。一番端。はい、どうも。よろしくお願いします。移動します。よろしく。はい、ワード2。よろしくでーす。あれ、はい、いらっしゃい。今日
暑いね。暑いね。上着いらない。上着が全くいらないよ。どうかな。こんな感じでいいか。じゃあいただきます。 KB みんな KB、うん、KB 抹茶じゃなくて、ダークモカチップフラペチーノベンティーです。ベンティーです。よろしく。うん、これは太るわ。これ兵器だね。兵器 KB。なんだっけ、これとラーメン二郎のカロリーが一緒なんだっけ。恐ろしい。恐ろしいよね。太るためだけに作られた飲み物。はい、ワードツー、夏さんいらっしゃい。はい、ワード2。ごめんね。お待たせ。電波が狂ってた。はい、ニャコもいらっしゃい。どうもどうも。どうも。はい、ワード2。「北のブルー」みたいな映像か。ここにもマイセンがある。マイセンってなんだっけ。あのサンドイッチ。はいはいはい。うん、イカホにした。近いし、なんかブリキのおもちゃ感っていうのに惹かれたね、俺は。いや、たまにはなんかいいな、パーッと出てさ、買い物とか一眼レフ見て楽しいよ、俺。コーヒーとタバコはいいね。スタバ外で飲むのいいよね。沖縄で飲んだスタバ最高だったよ。おもちゃ感いいんだ。ねえ、ひなちゃんも行ったことあんの？いいね、楽しいね。大花火ありがとう。誰？おー、さゆきちゃんありがとう。なんか悪いね、いつも。ありがとう。ありがとう。一眼レフのカメラ台に当てさせていただきます。一眼レフ27万の一眼レフ、もう攻めるんで僕。なんか YouTube のね、稼ぎもね、今月いいんだよ。今月やばい、ぶっぱねてて4倍ぐらいだよ。今月の YouTube の収入みんなのおかげで4倍。ブリキの質感がいいんだ。何、ブリキのおもちゃとかも買えんの？ブリキのおもちゃ買えんの？今月ね、YouTube ぶっぱねてんだよね。ずっと赤字だったんだけど、YouTube は。今月から初めての黒字になるかもしんない。今月初黒字になるかもしんない。ちょっと期待大だね。
ドリキ買えないかもしんないな。お疲れー、あーちゃん。あーちゃん推しか。うん。お疲れ様でーす。いや、ありがたいよ、ほんとに。夜ブラブラすんな。いや、どっから回るっつうか、初めてもうノリで行ってるから、何にもわかんないんだよね。到着は多分5時ぐらいになると思うから、なんかおすすめの場所教えてよ、みんな。お疲れー。もしおすすめの場所あったら教えて。なんかここいいよーとか。二桁万円はいかない。もともと少ない。数千円だったから。うん。でも一桁万円はいくね。余裕で。まあ、数万円、まあ二桁万円いかないぐらいだね。なんか最近 YouTube がね、すごいね、ブレイクしてんだよね。いい感じなんだよ、YouTube は。いいよね。稼ぎが良くなることはいいことだよね。茨城県、栃木県とかに来る。今からね、どこ行くんだ？伊香保はどこ？栃木？群馬か。群馬に行くね。茨城には行かないかな。うん。群馬に行く感じだね、今から。しかも外配信で気分がいい、久々の外配信で。いいよね。まったり楽しもう、みんなで。気分いいよ。ちょっとのんちゃんがギア上げてないね。ん？あ？テンション下がったの。一生懸命運転してるの、のんちゃん。そっか。安全運転か。あとでテンションヒャッハーなってくれる？うん。うん、わかった。あ、でも涼しくなってきた。ちょうど風が当たっていいね。じゃあ行くか、みんな。伊香保に行こう、伊香保。伊香保に行こう。伊香保リア凸、あるかな？ 100 人ぐらい待ってんのかな、ワドリスナー。伊香保で。もう、騒いで、伊香保で。キャー、ワドさーんって。ヒカキンが来たみたいなノリで行こう。はじめ社長かヒカキンが来たみたいな。いや、大事でしょ、そういうの。周りにアピールしよう。誰あいつ、うん、有名なやつな、うん、うん。まあ、数は本当にそういう感じだからね。うん、いいかほい。エイトさんいらっしゃい。ワン、ツー、いいかほい。交渉完了したんだ。おい、アンコールいらっしゃい。イカホで暴れよう。リア凸ね、来るってよ、カズが。え、カズ家近いの？車でどれくらいかかんの、伊香保。マイナーな人でしょって言われた。いや、そこそこ有名だって言っといて。マイナーな人でしょって言われた。30分近いじゃん。ちょっと、それ、今から言いに行って。っていうか、カズさ、ちょっ
っと案内してよ、そんな近いならね。大変だよ、それ散歩に。いい、いいじゃん。いや、赤ちゃんにおっぱいあげる。いやいや、あの、姑に、姑は俺のアンツだから、うん、マイナーな人でしょって言ったらしいから、そこそこ有名だわって言ってやって。電波ない。あるか。カズさん少し案内してよ。カズさん。え、渋滞？マジか。ねえ、ちょっと案内してよ。カズコにも会いたかったけどね。カズコ抱く配信とかやりたいの。生まれたてのカズコ、俺の放送を見ながら産んだ子。カズ俺の放送見ながら産んだからね、すごいよね。リスナーの鏡だよ。お風呂とかトイレとか寝るときとかに放送聞くのはなかなかなヘビーリスナーだと思うけど、出産するときに、あの、俺の放送見るっていうのはもう前代未聞だよね。そうだよ。最近出産したばっかりなんだけど、本当に分娩室にスマホ持ってって、あの、俺の放送見ながら産んだんだよ。今生まれた。今生まれたっつってね。すごいよね。あ、外は無理なんだ。しょうがないよね。すごいよ。すごいよね。気合入ってるよね。え？シカ。うわ。落下したの。積みに落下か。今ね、なんだっけ、三宝。今三宝パーキング出たところ。主会どうも。2018年3月の23日13時26分でございます。どうも。電波が安定しねえな。参ったな。電波が安定しないね。ダメだね、これ。はい、いらっしゃい。時間って書いてあったよ。
ワード2。右が群馬の右が栃木で、その右が茨城。あー、わかったわかった。はい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 、なるほど。暑いな今日、寒いと思ってたのに暑いわ。めちゃめちゃ暑い。
タベタでしょ、孫が。ねえ、4つね、1本みたいだね。パソコンいい感じにできねえかな。
バスかよって。授乳は3時間おきだから移動時間入れたら30分くらいしかいられない。あ、オッケーオッケー。はいよ。手形ってない。爆走でしょ。のんちゃんに和道の悪口言わせて。だって一言じゃあ悪口思いっきり言っていいよ、でっかい声で。一番言いたかった悪口をでっかい声で叫んでいいよ。運転は気をつけてね。半分未満の後輩にぶち抜かれてんだもん。そりゃブロック入れるわな。さあのざまあ、キャリア半分未満の和道にマンスリーぶち抜かれて、そりゃねピキっちゃうわな、雑魚が。レジェンドの時代終わったんじゃないの。のんちゃん好きだからね。大丈夫？なんかフラフラしてない？大丈夫？風か。あ、風か。いや、雑魚でしょ。時代は変わったんだよ。ハートありがとう、あやちゃん。コッパだよ、コッパ野郎だよ、それこそ。佐野なんてコッパ野郎じゃん。わかんない、全然。ブロックされてるから、配信次第がもうおすすめに乗らないから。下克上だよね、完全に。いや、下克上っていうかもう完全な自滅でしょ。佐野に限っては俺自滅だと思うよ。コッパ野郎のパータローだよ、ほんとに。いらっしゃい。コッパ野郎のパータローだよ。安定しねえな電波。頼むよ電波ちゃん。電波ちゃん頼むよ。電波ちゃん。何？ちょっとバリオンなんだけど。バリオンなんだけど、頑張って電波ちゃん。大丈夫？安定したかな？いや、のりことは後でミーティングに次ぐミーティングを行うから。ミーティングがあるから。ただね、空気を変えるためにね、お互いリフレッシュしてからやっぱり大事な話はしないといけないから。のりことは朝までこってきていい、ワド会議だから。ワド会議 OK、 ありがとう。
て電波来い。電波電波電波頑張れ。山だから。山か。電波来い。電波来い。山に負けんな。
まあしょうがないよ、しょうがないよ、こればっかりは。佐世保ガーデンエンジェル、ガーディアンエンジェル、なんすか、え、イカホのガーディアンエンジェル、なんすか、暴走族の名前ですかそれ。カレー王さんが昔所属してた暴走族の名前。なんだろう、ガーディアンエンジェル、なんか物騒な名前ですね。イカホガーディアンエンジェルに会ったら一番強いやつ出せよって言えばいいですか。ナンバーワン出せ、頭出せ、ヘッド出せって言います。なんだろうね、ガーディアンエンジェル、守護天使なんだろう、楽しもうよ。
いじゃないか。いいじゃないか、いいじゃないか。あ、全然ゆかりないんすか。全然ゆかりないのに、生きったんすか。なんで生きったんすか。うわ、なんだこいつ、めんどくせえ、マジで。天気めちゃめちゃ、うおぉ、天気いいな、おい。やっぱ田舎はいいな、おい。田舎いいね。いいな、最高だな、おい。やばいね。あ、関わりをね。イカホ通になりましょうね、今日は。皆さん。イカホに落ち着きました、皆さん。イカホですよ。雲全然あるよ。雲左側に全然あるよ。着いたね。さて、こっからは数任せだな。こっから数次第なところあるな、ちょっとな。そうだね。山がいいよね、山があるって。山があるってね、千葉県って山ないんだよ。千葉県って山あるイメージでしょ。山ないの。関東平野だから。山のある風景憧れるんだよね。こういうのはあれでしょ、リバーサイドっていうんでしょ。なんて言うんだろうね、山がある風景、英語で。ヒルズかな。ヒルは丘だもんね。山のある風景って英語でなんて言うんだろう。マウントビュー。なんかそれっぽいけど、マウントビューで合ってんの？マウントビューで。マウンテンビュー。マウンテンビュー。なんかかっこよくないね。なんかもっとかっこいい名前ないのかな？でもあのさ、山にハリウッドって書いても多分バレないよね。うん、ハリウッドの看板、イカホにつけようよ。でっかいやつ。何あれ、工場。かっこいい。バレるかな？ハリウッドって書いたらバレるかな？はい、こんにちは。28号さんいらっしゃい。イニシャル D の聖地なんだ。へえ。あ、そうなんだ。たくみさんが喜ぶじゃん。群馬。距離感おかしくない？なんか車間距離怖いんだ俺。ごめんね。車間距離にうるさい男だから。いや、今日超天気いいよ。天気最高。バリさんだよ、天気が。いや、来てよかったな。おもちゃ館で見れるんだ。電波ねえな、イカホ。イカホ電波弱っ。ちょっとイカホ市街電波弱いっすね。すいませんね。その辺は申し訳ないっす。その辺も考慮してみていただけるとプロリスナーですよ。イカホの電波をお楽しみください。イカホ電波ねえな。電波弱ったんだな。イカホ頑張って、電波ぶつってるな。頑張れイカホ。イカホの底力見せて。イカホ頑張れ、頑張れイカホ。電波
ここで電波見せてやれ、ここで、うんうん、ダメでしょ、ここで電波ないとか。ラグありで見た方が安定する。 OK、 ありがとう。電波弱たんなのはちょっと怖いけどね。ラグありで見てる。のんちさん大丈夫よ。西新宿、あ、またプツった。トークができねえよこんなの。勘弁して、イカホ電波、イカホ電波頼むよ。俺はトロピカルトークが群馬クオリティ、これが群馬クオリティか、これが。ちょっとソフトバンクじゃないの、ワイモバイル。いやいや、怖い怖い怖い。なんでこんな急なの、なんでこんな急なの、怖いって。電波安定か、音は OK なんだ。音は OK、 はいはい。なんでこんな安定しないんだろうな、困ったな。群馬クオリティ、最高だね、いいね。さっき何話してたんだっけな。いいね、このワイプがいいでしょ、このクオリティがいいでしょ、このクオリティが。こうリスナーの求めていること全部叶えてる、いいでしょ。ワイプ芸、このセンスね、これ配信歴5年目クラスのセンス。これができる配信者はね、プロってるから。もうリアクション芸もできる。万が一、大事故起こった時に神回映像も撮れる。全部を考えてるから。和道クオリティだから、こういう放送は和道でしか見れない。あー、車載ワイプ、コメント欄、ポムさんいらっしゃい、いらっしゃい。さっきご飯食べたからまだ腹減ってないもんね、うん、観光だな。だからね、気をつけないといけないのね、やっぱね、温泉街とかね、あの
Wi-Fi 切り替えました。どうでしょうか。 Wi-Fi 切り替えてみました。ワドツです。どうも。多分ね、こっちだとね、電波安定するはず。古い規格の LTE ってやつ使ってます。ちょっとしばらくこれで試しましょう。どうも、ごめんなさい、たびたび何回も何回も申し訳ない。はい、ワドツー、どうも。多分ね、これだと電波安定するはずだから楽しんでいってください。どうも、ワドです。安定したかな。ねえ、いい感じだね。ごめんね、電波ブツブツで。もう本当に申し訳ない。ちょっとまだね、この Wi-Fi に慣れてないんだよね。表しからいらっしゃい。この辺はもうイカホなんだね。この辺もイカホ？まっすぐ本当だ。温泉街って書いてある。だね。イカホ変電所はちょっと注目スポットだね。寒くなってきて切っていい？うん。ちょっと寒いね。そっか、こっちは寒いのか。だから冷房入れたら寒かったのか。そういうことか。今冷房切ったわ。だね、気圧で耳が、俺気圧弱いんだ。それで耳がね、あの、なんつうの、鼓膜がやられるんだよね。ちょっと今慣れてない。飛行機乗ったみたいなの。耳抜くしないと。日帰り温泉。てか、こんなところに走り屋のコースなんかあんのかな？山の方だよ。山の方。コインランドリーがある。いいね、コンビニとかがない感じがすげえいいね。エレベーターでもなるね、俺は。俺鼓膜弱いんだよ、三半規管弱いの、子供の頃から。町の駅ってあんだ。スナックいいね。あ、いいじゃんいい感じじゃん。のちゃん怖い。シリアの舞台なんだ。レンタカーじゃないよ。ここを右に行くの。こいつ？あー、温泉来てる。温泉来てるよ、この人。あら、温泉街来たね。さて、旅館決めてない。あ、ランボルギーニですね。どっからどう見てもランボルギーニですね。車止める場所探さないとね。硫黄の匂いするかどうか。あ、ごめん、俺鼻バカだった。わ、全然わかんない。全然わかんないわ。っていうか、コンビニないと金下ろせなくね。え、俺ミスった。コンビニないとやばくねえか。ていうか、数どうなんだろう。数、そういえば数来るって言ってたけど、そういえばコメント書いてねえな、数が。また先か。
できない。どこ行けばいい俺ら。駐車場、まず、駐車場確保だね。とりあえずなんか、伊香保の中心街みたいなところ行こうと思ってんだけど。水沢124、水沢124で、住所水沢124、なんだっけ、群馬、伊香保、なんだっけ、渋川市、伊香保水沢、水沢214、2114、これありがとうございます。いやもう絶景だよ。生で見たら最高だよ。全然違う。多分戻るんだよね。多分戻るんだろうね。高速降りたとか水沢だったんで。マジで？ごめん、高速降りたところだったらしい。7キロ戻ります。ごめん、7キロ戻ります。ごめんね、カズ。15分ぐらいかかる。申し訳ない、申し訳ない、非常多分ね。まあいいんじゃん。まああと20分ぐらいかかる。申し訳ない、ほんとごめんね、カズ。分かんないけど戻んじゃないの。ああ、逆だ、進んで合ってたんだ。逆のんちゃん逆だわ。どうしよう、ここでのんちゃんのスペシャルターン。スペシャルターン無理。伊香保ターン、伊香保の走り屋がビビるターン見せようよ。
本当にかわすの。ここかよ、ちょっと。そう、イカホタ。ちょっと無理ねえか、これ。ちょ、待って。のんちゃん、待って。ちょ、待って、カメラのセッティングは。イカホタ、待って。ちょ、待って。ちょっと待って、のんちゃん。これでいいや。オッケー。成功、うん、おぉ、こっち、おぉ、おぉ、こすったね。四駆だから、四駆だからね、ランボルギーニだからね。はい、イカホターン成功です。あれ合ってる、もういいか。卑怯じゃないよ。俺、鮫島さんに行くときタイヤ外れたんだよ、高速で。パンクしてタイヤ外れたかんで。あれビビったよね。うん、あれぐらいで壊れたら困る。カメラが死んだ。カメラがホワイトバランス見失ってるからしまって。あるそこで銭下ろそう。迷ってきた。どんどん入ってきちゃうんだよ、こんぐらいの幅なの。
イランドパーク観覧車、止まってる観覧車、多分閉鎖されてんだろうね。いいね、そういうところに行く。あの心霊配信でしょ、海老蔵さん。怖い怖い怖い、車間開けて。閉鎖してないんだってよこれ。なんで観覧車止まってんの。人が来たら動かす、人が来たら動かすスタイルの。あ、どうしたんだ。もう大丈夫、セブンがあるって近くに。カズ、イカホはおいくら万円下ろしておけば安心プランなの。イカホはおいくら万円下ろしておけばもう合流できるの。イカホの相場が分かんないから俺ら。あ、これか、うどん。そば、うどん。10万そんなに飛ぶの。一眼レフ買えねえじゃん。あ、そんなにかかんの。5はまあ、5はいいね。5でいくか、5で。5かな。イカホ価格が分かんないから。10万使わないけど持っておいて、マジで言ってんの。イカホ舐めてたわ。10万かかんの。どんなうどん食わせようとしてんの。ご祝儀をもらおうとしてる。カズが。あ、ご祝儀、ご祝儀も、あ、渡さないといけない感じだこれ。そう、ご祝儀、ご祝儀含まれてるの。5万ぐらい。高っ。いや、合流しないよ。今とこ、ご祝儀あれだな、あのステッカーおでこに貼ってあるよ。ペタッつってペタッて、ご祝儀。え、ここなんで曲がったの。お兄ちゃん間違えちゃったらさ。え、何、ほんとナビ苦手だよな、のんちゃん。牛だ、牛。え、牛、うん、牧場だ。いける、ぶつけないでよ、うん、開けたらいい匂いがするんだもん。いや、臭いでしょ、馬糞の。え、のんさん、ナビ苦手なんだよ。絶望的にナビが苦手なの。左ってなってるけど違うの。さっき間違えて、うん、変わってた、うん、どこを間違えたの。あ、ここ渋川カントリークラブ行くの。大丈夫。水沢観音ついたら OK、 インカメね。あ、それはもちろんもちろん、もちろん。何あの山、超かっこよくない、この山。急じゃない、なんか角度が。今のこの山かっけえ。何これ、こんな急な山ある。漫画みたいねえ。この山
山かっこよくない？みんな、この山かっこいいね。こんな急な角度の山見たことないんだけど。遠くから見る富士山の先っぽ。いや、富士山もっとなだらかだよ。これはかっこいいな、この山。春菜山っていうんだ。ちょっと春菜山いいね。これ難しくね、これ登るの。これはね、あれだよ、死亡率 32% とかの山だと思う俺。あのクライマーが、クライマーの多分通な山でしょこれ。そうでしょ。木があるからね、これ。いや、これあれだよ、岩山だよ多分上の方は。これ、え、ボーナ山っていうの？春菜山、春菜山っていうんだって。これ、この山かっけえな。この山かっこいいな。なんか神々しいね、これ。この山いいな、うん、好きだわ。この山いいね。なんか急でかっこいい。何このかっこよさ。この山、山好きってないけど、あんまり。これ初めてかもしんない、山かっけえっていうの。え、これ湖あんの？こん中にこん中に湖あんの？どういうこと？は、あ、また山か。また耳がおかしくなった。そこ、他、また酔うって。もうせっかく今酔い取れたのに。あー、なんでこんなうねうねすんだろう。これもしかして春菜さん行く感じなの？行く感じだな、これ。え、何？なんかさっきの方が温泉街っぽかったよね。走り屋の山なんだ。水沢うどん、なんかいいね。いや、 やっぱ栃木は違うな。目的周辺、あ、なんか、これ駐車場違うか？かんない。これだ、これだ、これだ、これだ。じゃ、これで数がいるから、もう終わり。映すなって怒るから。よいしょ、インカムね。はいはい。OK。数どこだ？これか？数どこだ？違うな。数どれだ？数どこだ？なんか誰もいないんだけど大丈夫？クレープ屋。誰もいないんだけど大丈夫？マジで人気ねえけど大丈夫？水沢観音。この辺にいれば分かりやすいか。え？まだついてないってこと？待ってっつって。いや、待つけど。移動中ってこと？今のうちメイクしちゃえば。無理だよ、そんなすぐ。え？そんなすぐ無理。30分ぐらいかかる。そんなかかんの？モンさんのメイク。乗り子メイクってそんなかかんの？うん、研究。いや、メイクしたいってさっきやってた。重ねた結果。30分。女って大変だよ。寒い。寒い。暖房にすれば、外7度。7度？そりゃ寒いわ。上着着ない。さっき東京めちゃめちゃ暑かったのに、夏だねってさっき言ってたのに。おもろそう。あ、来たか。ぶって。元気だな。着いた着いた。感動の再会。ねえ。この前会ったけど。いや、しょっちゅう会ってるよな、カズ。カズはね、あの、和道に会いに東京観光するぐらいのヘビーリスナーだから。ちょっと待って。どうすりゃいいんだ？お疲れ。とりあえず、俺の前、え？あ、ごめんなさいね。のんちゃんだ、のんちゃん。元気を出して、のんちゃん。大丈夫だよ。おめでとう。どう？ありがとうございます。ありがとうございます。
うん、のんちゃんちょっと心配だった。鶴が危ねえな。大丈夫ですか？っていうかお疲れですよね。え、何この辺が何あの温泉があるの？あのとりあえず、うん、ここは中間っていうかこの上がすぐ温泉なんですよね、うん、あ、さっき通ったところが、うん、で観光スポットがそっちなんで、うん、どうするかな。このままインカメのままついてもらっていいですか？OK、わかった。そしたらとりあえず、はい、OK、 ありがとうございます。ついていきます。カズ到着。ミッコお疲れ。またあの道か。いやもう酔うって、うん、カズの車はあれだね、あのポルシェ、ポルシェとランボルギーニ。カズはこの辺だって。この辺に住んでるのに福島まで車でリアトスしてきてくれたんだよ、カズ。すごいよ。カズはマジで熱狂的な。やばい、ポルシェ早い。ポルシェ早いな。やっぱ田舎も早いな。いや、マジだよ。福島でリアトスしてきてくれたんだよ。すごいでしょ。あ、もう地元だから、カズの。手振ってんの？アホだな、あいつ。アホだわ。よく気づいたね。ワドニー予備軍って、あの、子供産んでるから。旦那さんも会ってるし。あの、あれだよ。出産、あの、ワド放送を見ながら出産したリスナーがいるっていうの数だよ。だ子供産んだばっかり。あれ？また電波出るのか？子供産んだばっかりだよ。え、一週間？もうどれくらい経つ？一週間前じゃない？二週間くらい前。産みたてほやほやだよね。てか、早えな、カズ。なんだよ。いや、田舎も早えんだよな。あの、早いから急ブレーキ踏むから車間開けてよ。ほら、危ない。ポルシェだ。ポルシェだ。危ない、危ない、危ない。もっ危ないって本当に。やめろよ。手振るな、ポケ。危ねえっつってんの、本当に。やめろよ。じゃ、マジで危ない。やめろ。やめろ、本当に。車間開けて。怖い怖い怖い。やだ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 、怖いって。危ない危ない。本当に危ないから。うん、バカだろ、あいつ、うん。いや、マジで車間もっと開けて。いや、いいから、手振んなくていいから。普通に案内して。もうちょい開けて。本当怖い。やだ。リスナー引きたくないから。うん、危ないっつん。なんでここでブレーキ踏むんだよ。いいから早く行けよ、マジで。マジでいいから普通に運転しろ。イエイ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 じゃねえよ、ほんとに。怖えんだっつうの。田舎の走りと東京の走り違えんだから。マジで怖い、ほんと。え、どうなの、あの栃木だっけ、群馬だっけ、群馬か。え、もういいから普通に運転しろよ、本当に。いや、マジで車間開けてんのんちゃん。ほんとシャレになんないから。さっきの温泉街で待ってりゃよかったんじゃないの、うん、俺ら。アホだ、アホだ、あいつ、うん、いや、あの運転がやっぱね、コーナリングがいいね、地元は、うん、慣れてる、カーブに。アウトインアウトで入っていったからね、うん、てか、ほんと何もねえな。セナセナっていうのが年齢を感じるよね。いや、俺もセナって言うけど、うん、シューマッハじゃないところが年齢分かっちゃう。
確実に俺より上の年代だ。俺ギリギリシューマッハとセナまたいでるから。モンちゃんたちの世代。そうでしょ。セナっていうチョイスがやっぱり35か。俺の3つ目、まあセナだな。俺より下はシューマッハっていうもの。いや、セナ世代。モンちゃん世代ではなかった。食の駅。これか、カレーうどん。多分ここで食ったんだ、ひなつは。多分そうだよ。カレーうどん。あれ、ここ通ったな。ああ、そういうことか。温泉街。温泉街だもんね。コインランドリー通ったね。あ、じゃあ、ぐるーっと回ったのか、下って。なるへそ。わかったわかった。意外と女の子旅行みたいな感じなんだね。若い女の子。佐世保ギャルズ。佐世保じゃない、伊香保ギャルズ。ようこそ伊香保温泉へ、うん、でもね、35って言われてもね、俺はね、年齢一回騙されたことあるからね、その35歳参考上設定は信用しないことにしてるんだよ。3個上っていうのはもう俺騙されたから。3個上だと思ってた人が15個上だってことがあるの。10、あ、なんか15個。そうだよ、3個上って言ってたら15個上だった、うん、新宿から3時間ぐらいかな、休憩入れて3時間ぐらいだ。多分ストレートで来たら2時間で着くよね、バーっと行ったら。ファミ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 マで、ここで俺は10万下ろすの、まあ、下ろしとくか、地元民が呼んだから。10万下ろします。10万、いや全然行ける距離だと思うの。熱海とか草津より全然近いと思う。2時半ぐらいに出たもん、東京。やっぱ3時間かかってるか。ペックス、ブルーマークついてる。え、なんだろう、円マーク。下ろすか。ポケットの中、あ、そっか、ガソリン入れたからないか。10万下ろすよ、俺。コンビニって寄ってきました？寄ってない。ここでいい？ここでいい。うん。とりあえず、ATM もあるから。サンキュー。ありがとうございます。この後、ここ駐車場じゃないんですけど、ATM、で、うん、帰ってきたら駐車場に移動でいいですかね。帰ってきて、何を言ってんの。え、ここ中？うん。ATM 使うんじゃないですか。ATM 使う。ちょっと待って、ペックスで下ろす。そしたら、うん、ここもうちょっと先に行かないといけないんですよ、観光地とか。なんで、うん、ファミマから帰ってきたら移動でいいですかね、また。あ、はい。あ、もちろん。ダメって言ったら動けねえじゃん。ダメの選択肢ねえから。私はとりあえず車。その日本語わかんねえよ。選択肢ないのに質問されたんだけど、うん、移動でいいですかって移動するよ。なんで俺ここでとどまるんだよ。じゃあ数を信じていく、行こうか。アルファ多分無理だな。捨て頃後に売り上げ良かったらアルファ買える、ギリギリ買えるかに なるな、これ。無理だわ。まあいいや、10万下ろした、とりあえず、うん。じゃあちょっとのんちゃんお願いしていい、これ。俺金下ろしてくるから。はい。はい。リスナーの相手してね。はい。ファミマ観光。花火が上がるトークしたら褒めてあげる。うん、無理だよ。どこにファミマ観光で泊まってる。動いてんのかな。
ピックスをすぐ下ろせますよ。ああ動いた。大爆笑の鉄板ネタイヤホイウェイ。動いてる動いてる。花火来た花火花火花火来い花火来い。あ、花火ありがとうございます。あー久しぶり。温泉か。温泉なんだろう、どこでも入れんのかな。あ疲れた、運転疲れた。運転結構疲れる。重たいな意外とパソコン。あ、よいこさんこんにちは、お疲れ様です。あ、和田さん帰ってきた。10万を持って帰ってきた。このリスナーさんからいただいた花火もらった。花火もらったの？まあ2発ももらってんじゃん、すげえ。このリスナーさんからいただいた玉見て、本当に俺あれだよ、パチンコ行ってないの分かるでしょ。これでパチンコ行ってないのに給料制なのも分かるでしょ。それで下ろしましたよ、下ろしましたよ、ゆきちを貯めておいた。もう正直なくなったけど、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いやでもこれはやっぱ大事だから、やっぱ記念すべき外配信。 Wi-Fi もね3ヶ月分レンタルしたからね、結構使ってますよ。行きましょう。出産祝いのことはちょっとスルーしよう出産祝いのことはちょっとあれだ、あれだろ。花火ありがとう夢いすけさん、ありがとうございます。出産祝いはあれだ、あんまコメント書くな、あれだ、そんなうるさいそういうのはあのあれだ、あ忘れてたみたいなのがあるだろ。スト配信久々っていうか Wi-Fi レンタルした。とりあえず3ヶ月間借りたから、なんとかなるとは思うんだけどね。ありがとうございまーす。夢いすけさん2発目ありがとう。いや、やっぱね、企画の時には使わないとね。まあ、あれだよ、なんか。この花まんじゅう。なんかあれだよ、数はあれだ。なんかステッカーおでこに貼っときゃなんとかなるよ。おでこにステッカー何枚か貼っとくよ。新しいのあげた？だだ数だよ、全部買ってるに決まってんじゃん。むしろダブりまくってるでしょ数が俺のグッズ買わねえわけないんだから。めちゃめちゃ持ってるよ。あー、あやありがとね。あや、はやくれた。あやくれた。もうあやも古いかんね。あやも古いっていうか、のんちゃんよりあやの方が古くね、多分。どうだろう。でもあれだよ、コメントでほら、もともと小手半フィリップだったじゃん、うん、え、フィリップってのんちゃんだったのってびっくりしてる子さんいたよ。そうか、うん、ずーっとフィリップだもんね。もともとフィリップって小手半だったの。だからそののんちゃんがフィリップだって知らないで子さんのリスナーがびっくりしてる。多分あやの方が先輩なんだよね。フィリップだとね、結構もう古い小手半で、うん、ずっと使ってて、傭兵とことかで、川崎傭兵くんとかか、あと香川さんか、うん、あ、ほら、あやも言ってんじゃん、フィリップってのんちゃんだったんだって。そうだよ、フィリップってずっといたじゃん。多分ね、あやの方が早いと思うんだよね、リスナーで、まあまあ、数か、いや、怖えな、だから、うん、そうだよ、フィリップってのんちゃんだよ。で、俺がコテハンのりこに変えたん、のんたんに変えたんだもん。のんたんって。
それがいつの間にかのりこになってのんたんとかのりこになった。もともとのんたん、ああこれだ。あ、なんか写真と違う。なんか違う。なんかね、写真すげえ持ってる。フィリップ、フィリップ、そうそうそう。なんかね、ちょっと違う。いや、なんかね、温泉街ってもっと、なんか、ああ、あ、でもこっちの方が全然いいんだけど、ちょっとこっちの方が絵になるんだけど。こっちの方がすごい絵にならない、みんな。なんかね、見えないね。ミラーが。何、はいはい、どうぞ。あ、板車だ。板車だ。湯気出てないね。いや、なんかね、なんかね、地元民がいる中で申し訳ないんだけど、なんか違う。すごい。いや、写真、あのね、熱海の方とか写真のまんまだったんだけど。すごいと思うんだよ。すごいのかな、うん、うん。大丈夫かな、まあ、ちょっとこのまま行くか、バッテリー大丈夫だろう、多分。いろいろ持ってた方がいいの。いや、大丈夫。え、なんかあった荷物。いや、荷物、財布があればいいでしょ。本当？うん。のんちゃんは自分の荷物は持ってってよ。え？えって何？いや、わかんないよ、その必要なのは。泊まるとかないよね。わかんない。え、大丈夫でしょ、車戻ってくるでしょ。うん。こっちの方がすげえいいの。ちょ、待って。行くよ。こっちの景色パーフェクトなんだよ、ほら。ここすごいいいじゃん。ほら、え、何山？赤城山。有名な山が2つあって、春菜山、今いるのが春菜山。ここ春菜山なの？え、これさっきあの、あれだったやつ？そうそう、ほら、走り屋のところ。はいはいはい。ちょっと行けば、なんだっけ、D、イニシャル D。そうそうそう。じゃあ行くか。あっちもイニシャル D だ。うん。じゃあ行きますか。行きますか。で、カズ、はい、こっち側だったら映んないから。映りたいの？映りたくない、映りたくない。じゃあ、こっち側にいて。要は、俺より先に歩いて。違う違う違う。あ、要は、俺が後ろ歩いたら映らないから。オッケー。いや、のんちゃんが教えてあげて。だからのんちゃん、いや、なんかね、みんなね、そう言うと止まるんだよ。歩いてくんないと歩けないって意味なんだよ。うん。いや、わかんない。それは、のりこに任せる。てか、寒い寒い寒い。早く行こう。よし、行くか。でも旅館が正直、距離1万あれば、あれ泊まれるんですよ。だから、せっかくちゃん、もっと予約しようかなって思ったんですけど。あ、いいよ、いいよ。うん。だけど、ほら、自分、あの、そうだ、忘れてた。カズよく喋るんだよ。俺より喋るんだよ、カズ。すっげえ喋んの、カズ。あのね、みんな教えてあげようか。あのね、俺配信者だから知ってんだけど、よくコメント書くやつよく喋るんだよ。で、コメント書かないやつ全然喋んないの。あれ、コメント、あれ、電波来てる？電波来てる？そうだ、カズめちゃめちゃ喋るんだ。喋んの好きだよね、カズね。あ、これ大事。これ大事。うん。これ言うの大事ね。寒い寒い寒い。超寒い！何これ？案内所。これ何があるのか。なんだ？今が石段。現在地。現在地がここ。そうそうここね。今から石段を登る。で、ここを登ると。で、ここに神社があると。そうそう。で、あと何が見どころなの？ここね、うん。どれ？ここが紅葉だったら。紅葉だったらここ。この橋。ここも、今からこう行こうと思ったんです。こう行くのね。うん、これは露天風呂。ここ日帰りの露天風呂。ここ日帰りの露天風呂。ここどうなの？おすすめ度は。私行ったことない。行ったことないんだ。そうなんだ。シュートメが教えてくれたんだ。うん、露天風呂はバンだろうな。で、これが湖。そうそうそう。これが湖。そう、寒い。で、さっき言ったの水沢観音ね。水沢観音。どう？なんか、ブロックノイズとかなんとか言ってたけど、電波どうなの？みんな。見れてたら手挙げて。寒っ！マジで。じゃあ行きましょうか。行きましょう。寒っ！ちょっと待って、あのさ、いいよいいよ。階段登るときにさ、ちょっと、
なんか写真と違う感をちょっと伝えたいからなんかね、なんだろう、俺が、あ、でも、あ、違うわ、ライトアップされるんだ。ちょっと待って、こっちがいて。あ、いや、それ温泉なの、なんかね、わかる？なんか俺の言いたいことわかる？なんかさ、なんかわかる言いたいこと。わかる？なんかね、写真で見たが、あのね、石段が広いの。思ってたより。もっとこじんまりした細くてぎゅうぎゅうの石段な感じだったの。で、横に店がいっぱいある感じだったの。俺の言いたいことわかる？そう。幅がめちゃめちゃ広いのよ。ちょっと、のんちゃんそこに立って。のんちゃんがね、立つとわかるから。ほら、幅めちゃめちゃ広いのよ。あ、ここ新しくしたことがあるの。もっと俺は狭くて、横に店がバーってイメージだったの。めちゃめちゃ広いのよ。温泉ありますね、そう、神社くらいの広さ。オッケー、じゃあ行こう。じゃあ行きましょう。じゃあ登ります。ぬるい。ぬるいの。へ、う、ぇ、ん。こんなこともあろうかとタオルを着て。ああ、さすが。ちょっとじゃあ手入れてみる。ますね。ぬる。風邪ひくわ、こんな。ぬる。足湯は高いと思う。ぬる。あ、もっとぎゅうぎゅうになってくんだ。うん、奥に上がると。うん、そう。え、行ったことあんの？カズは。だって、近いもん。てか、旅館予約した方がいいんじゃない？私が予約しようか。あ、いいよいいよ。あの、のんたんたちが、なんか、使ってる間とか、電話して。うん、なんか、おすすめのところがあったら、そこがいいかな。あ、おすすめある。ある、うん、じゃあ、そこにしよう。おすすめは、あ、そっか、でも言わない方がいいよね。そうだね。うん。そこ分かった。今分かったね。え、だから、そこら辺分かってるから。分かってるね。行っちゃってるじゃん。湯本は上？湯本？